皆様こんばんは。毎日でごちゃ。本日私、アート。はい、パキューン。鉄砲でパンパンパン、柿の種。死んでも生きている。カリッパギューンをお届けいたしまんます。とっても簡単、あら簡単。指番号に指替えも、同音、連打もゆっくり練習すれば、あ上手、あ上手、あ簡単、簡単になります。鉄砲でパンパン。どれにしようかな。指切り鍵盤。嘘ついたら、ハリセンボンのまそう。指切り幻魔。それでは。とはまさに私めのこと。ある日は綾瀬はるかちゃん、ある日は橋本環奈ちゃん、ある日はゲゲゲの鬼太郎、ある日は怪人二十一面相。昨日もとっても楽しいお稽古でございました。子供たちもなぞなぞダジャレが大好き。一つ、殿様が倒れた時に出てきた虫は、殿様が出てきた時に出てきた虫、殿様バッタである。まる。第2問。いつもドキ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 ドッグン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 している象とはどんな象？体の中にあります。あ、心臓。ピンポーン。なぞなぞ。これはとっでも子供たちもユニークな発想をしております。一郎、次郎、三郎さん。ダジャレにご当地クイズ。子供たちの飽きない楽しめる長継ぎするピアノレッスンを心がけております。イカ食べたかい？留守に何する？新聞紙、新聞紙。簡単な曲も丁寧に弾けば、一曲一曲ピアノは調達しますのだ。無理をしないで、一曲丁寧にできたら次のステップへと進みましょうね。
多彩な音楽用語に速度記号に、音楽理論から可愛い子供たちを勇気づけて、できた、できたという喜びを味わうことが大切になってきます。毎日絶好調ドレミファ音符姫、隅っこ暮らしから猫踏んじゃった、簡単でございますよ。ピアノの苦手意識、人への苦手意識など、皆さんも払拭しましょうね。ちゃんとできるようになります。できた、できるよ、あらかわいい。言葉もプラス、ちゃんと人の良いところを見つけてあげましょう。それではまた。おまけ。などよく知っているテーマ曲を真似をして、あ歌う、あ弾く、歌う、あ弾く、おなじみのドラえもんの秘密道具を取り出す時のテーマ、これは豆腐屋さんのテーマ曲でもあります。ラーメンちゃんは、いろんな簡単なテーマ曲であなたも楽しいわ。難しいよりああ楽しい、ピアノが楽しくなるコツでございます。それではまたね。バイバイ。